はい、皆さんこんにちは。コミット TV 八木でございます。本日はチューダーの新作レンジャーの魅力に迫りたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今年の新作発表にてロレックスの人気ヴィンテージモデルエクスプローラー2リファレンス1655を想起させるブラックベイプロリファレンス79470が登場し、大きな話題となったチューダー。そんなチューダーから先日新たに登場した新作がさらなる話題を呼んでいます。そのモデルの名はレンジャー。名前からすでに男がそそられる雰囲気が伝わってきますが、今回は実際にレンジャーとはどのようなモデルなのか、歴史や魅力についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。画像と動画はチューダー公式ホームページより参照しております。まずはレンジャーの歴史をご紹介します。チューダーといえばブラックベイやクロノタイムなどが有名ではありますが、今回ご紹介するレンジャーも実は歴史が長く偉大なモデルの一つであります。コンセプトは名前の通り探検、冒険。その名を歴史に刻んだのは1929年まで遡ります。実際にその年から登場したわけではなく、早くからその名を商標登録していたそうです。約20年後の1952年から1954年、英国北グリーンランド遠征探検に行く際、隊員はチューダーのオイスタープリンスを着用していました。これが後に登場するレンジャーの原型となったモデルです。そして1965年、ついにその名が刻まれたダイヤルを搭載したリファレンス7995が誕生します。3、6、9、12の発光塗料が塗布されたアラビアインデックスと矢印型の針を配したブラックダイヤルは視認性が高く、まさに探検、冒険にふさわしい仕様。これは今回ご紹介する新作に関してもしっかりと受け継がれております。その後1969年リファレンス9050、1973年リファレンス9111、2014年リファレンス95760が発表され、北グリーンランド遠征探検70周年を迎える記念すべき2022年、新作として復刻させたのが今回ご紹介するリファレンス79950なのです。それでは新作レンジャーリファレンス79950をご紹介していきます。まずはスペックです。ケース素材ステンレススチール、ケースサイズ 39mm、 ムーブメントはキャリバー 5402、 自動巻きです。パワーリザーブは70時間、防水性能 100m、 ストラップのタイプはステンレススチールブレスレット、パブリックベルト、ハイブリッドストラップの3種類となっております。それでは続いてレンジャーの魅力を3つご紹介していきたいと思います。まずは1つ目、デザイン性。マットブラックのドーム型ダイヤルにやや厚めに発光塗料が塗布された太めのインデックスが、ヴィンテージムードたっぷりなこちらは、特徴でもある矢印型の針、ビューズに刻まれた紋章と腕時計ファンの心をくすぐる仕様となっております。 39mm のケースサイズが全体のバランスを整え、過去のデザインを踏襲しつつより現代風にアップデートされた、素直にかっこいいと思えるモデルですね。ロレックスエクスプローラー1の人気ヴィンテージモデルリファレンス1016を想起させるデザインですが、チューダーらしさイコールレンジャーの色がしっかりと反映されたデザイン性の高い仕上がりになっていると思います。魅力2つ目、機能面。実用性と堅牢性に特化した同モデルは機能面においても優れております。新型レンジャーは COSC 認定マニュファクチュールムーブメント、キャリバー MT5402 を搭載し、腕時計として組み上げられた状態で日差がマイナス2秒からプラス4秒という非常に高い基準を達成しています。パワーリザーブも70時間を誇り、機能性の高さが伺えますね。またセルフサイズ調整を可能にする T-FIT クイックアジャストクラスプが装備されている点も外せない重要ポイントです。工具なしで全5段階 8mm の微調整ができ、まさに実用性に特化したモデルであると言えるでしょう。そして魅力3つ目は価格です。
何より私が驚いたのはその価格になります。近年高級腕時計の価格上昇は正規店をはじめセカンドマーケットでも目を見張るものがございます。各ブランドのエントリーモデルですら容易には手が出せなくなっている状況です。そんな中、今回チューダーが発表したレンジャーの価格はブレスレットタイプが347,600円、ストラップタイプが311,300円です。このクオリティでこの価格は正直に安いと言えるのではないでしょうか。さすがチューダーと言える価格設定であり、世界中にファンが多いのもうなずけますね。特にまだ高級時計をお持ちでない方は、このレンジャーをつけることで高級時計の素晴らしさや楽しさを感じていただけるのではないかと思います。そして今回なんとコミット銀座にレンジャーが入荷しております。ブレスのタイプはファブリックになります。価格に関しては税込みで385,000円、状態は未使用品ですのでおすすめの一本になります。気になる方は概要欄に詳細を載せておきますので、ぜひ注目してみてください。まとめとなります。チューダー新作レンジャーはいかがでしたでしょうか。歴史や魅力をしっかりと知ることでブランドやモデルの良さをより一層感じ、現代にアップグレードされて復活したレンジャーは誰もが一度は手に取りたいと思える魅力的な要素たっぷりのモデルであったと思います。今回もこの動画を見ていただいたことでチューダーに興味を持ち、高級時計ファンが一人でも増えると嬉しい限りです。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。